シャバの空気を。うわお前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。仕事で菅井女とか火を殺せ、撃ち殺せ。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺実先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのいろはをすべて大道寺先生に教えられたものだ。口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。それを気持ちよく受け取ってすべての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。全てを秘密にしたいのなら俺の条件をのめ。なんだと。自分が何を言ってるのか分かっているのか。なめるなよ。命が惜しくないのか。場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。何。あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。今日もご精が出ますね、桐生さん。そう思ったんなら声をかけねえもんじゃねえのか。これ式で雑念が入るようでは修行と言えませんよ。なかなか手厳しいですね、花輪さん。この人はただの居候ですから。住職もどうかお構いなく。お気遣いありがとうございます。次の仕事が入りました。コードネーム上流としてのね。
仕事ならこの間用心棒に行ったろ。荻窪豊の孫娘のとこに。何ヶ月前のことですか。あと荻窪先生は我々大道寺一派の中でも指折りの実力者、呼び捨てはご遠慮願います。会ったこともねえのに先生は無理だ。伝説の極道だったとはいえ、あなたはもう少し立場をわきまえるべきでは。ここでずっとただ飯食べてるだけでは居心地も悪いでしょう。俺はあんたらの秘密を墓まで持っていくと誓った。はい。大道寺実ってフィクサーが戦後から死ぬまで政治経済を裏で牛耳ってきた歴史、そいつを蒸し返されたくなきゃ俺らはお互いに犠牲を払う必要がある。俺は自分の死を偽装して人生も名前も捨てた。あんたらは俺の飯代だけだ。ただ飯食べてるだけってのは言い過ぎじゃねえのか。飯代以外に朝顔へ援助していることもお忘れなく。沖縄のあの児童養護施設はずっと資金なんですよ。